国紀とは、水古天皇28年に、聖徳太子と、蘇我馬子が編纂して成立したとされる書物で、事実とすれば、古事記、日本書紀以前の書物。天皇紀と共に編纂されたと伝えられる。その性格については、和国の歴史を記したもの、諸子の経譜や由来、功績などを記したものなど歴史書であるとする説が有力であるが、和国の風土、 地理を記した地理書であるとする考えもある。日本書記水二十八年の是祭上に、皇太子、島大臣とも握りて、天皇旗及び国旗、巨連ともの宮津子国像百八十部合わせて、公民党の本旗を六す。とある。皇玉四年の木の富の変の際、蘇我蝦蔵の邸宅の焼き打ちで、天皇旗と共に焼かれるが、国旗は年失する前に、戦火の中から出された。 しかし、現存していない。日本書紀公玉4年6月上に、蘇我ぞ刀中されむとして質に、天皇旗、国旗、陳鳳役、船氏列坂、か、すなわち早く、やかるる国旗を取りて、中野大江の王子に奉建るとある。笹川直樹、水古町の修士に関する、基礎的考察書集、坂江玄永遠男、西山良平、吉川真珠編。 律令国家主論集 ISBN978 から4から8273123175笹川日本初期成立志向 ISBN978 から4から8273128122初週遠藤慶太六国史日本初期に始まる古代の聖史中高新書2016年 P59 遠藤慶太六国史日本初期に始まる 古代の聖子中高新書2016年 P58 ありがとうございます。